あー始まるよ。どうも、スリアルリュウとマクドナルド大好きリュウドです。よろしくお願いします。お願いします。本日はですね、スリアルついにウーバーイーツ頼んでみました。やっと初のね、ウーバーイーツ頼んだことない。ない、初めて。まだ俺の住んでる町対応しないから。そうなんだ。これはまだしょっぱいんでね、まあ、初めてウーバーイーツをやるんですけれども、え、ただ頼んでも面白くねえと。そうだよ。僕たちは考えました。題してウーバーイーツ対実際に自分がお持ち帰り行く、どっちが早い。ラッキー。引っ越しの理由だね、これ。これだよ、はい。まあね、同じお店でフェアに、ルールはフェアにいきます。ウーバーイーツ頼みます、今から、はい、頼んで、まあ、マクドナルド、うん、頼むんだけど、うん、まあ、札幌駅のね、はい、頼みに行くんですけど、僕たちも一緒にその店舗に行きます、ダッシュで。で、どっちの方が早く着いて食べれるのか。なるほどね。確かめたいと思って、シンプルに気になったね。いや、ウーバーイーツいらんやみたいな、自分で行った方が早いんじゃないのと思っちゃったの俺は。なるほど、うん、だから今回勝負ですよ。今回だけど、うん、2人行って、うん、先に来てたら困るんで。そうだね。一応置き配にしてもらって、うん、玄関の前にもう置かれてたら俺らの負けです。注文ボタンはもう、うん、ウーバーイーツの人多分もうチャリに乗ってる状態なんで、僕らと同じタイミングでチャリに乗った時点でもう注文スタートします。はい、で向こう行って僕らも注文して帰ってきて、まあ置いてるか置いてないか。いやー楽しみだね。はい、じゃあ、まあ頑張りましょう。勝ちましょう。ウーバーイーツに。ワク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 の。ワクワク。めっちゃワクワク。ワクワクしかしないですね。はい、とりあえずリュウヤの商品だけね。はい。ということでね、リュウヤの商品がまず、はい、ダブルチーズバーガーセット。はい。ダブルチーズバーガーセット。ピクルスの切手できますか？あ、できないかもしれません。はい。じゃあリュウヤにあげる。ありがとうございます。はい、ということで、チキン、サイドメニューがチキンマックナゲット5、5ピースで。はい。はい、ドリンク3つメイド、オレンジジュースですね。ということで、はい、まあ、ドリンクと、うん、サイドメニューとチーズバーガーダブルセット、はい、もういいのバーガー、バーガーもういいよ1個で。おい、そういい、俺3個頼むから。お前やば、それ負けるかもしんねえよ。注文多くて勝つよ。負けない戦いがここであります。始まります。よろしくお願いします。それでは行きましょう。レッツウーバーイーツチキン。じゃあ注文したいと思います。はい、行きます。これが、これ足したらスタートしますんで、しばらくお待ちください。行くぞ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 。やばい、勝ちます、マジ勝ちて。いや、意外と意外と遠いな、こりゃやばいぜ。ついてきてますか、ついてきてますか。もちろん、もちろん、あっち当たって曲がる。ね、ええ。ね、当てそうじゃない？いや、注文入るからな。自分で注文したじゃん。ああ。俺ら行って注文しないといけないから。何が勝てばいいんだよ。ああ、着いた。着いた。ほんとや。マックどこ？あったあったあった。死ぬ。やばいよ。次。もうちょっと。もうそこです。ここまで来てんだよ。うん。もう少しでゴール。行くぞ。急げよ。よし。よっしゃ。あれだあれだ。やばい。今ウーバーイーツすれ違ったし。ウーバーイーツ今いた。急げ。こっち急げ急げ。何です。アイディア。何です。あるんだけどね、持ってきない、はい、持ってきない、急がないと。いい音、いただきます。おはよう、注文完了。さっきウーバーイーツからそうかな、ぽかったよね。こんなとこいなくない？でもあんまり急いでる感じなかった。そうだね。いけ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 、コーラこぼれそう、マジでコーラこぼれる。最近札幌にはね、チャリ通る道が舗装されました。このウーバーイーツ見つけたいな、ね、この絵を食べたいよね、マジでね。キッチン、いねえな、いねえ。あ、コーラこぼれてる、行こう。こぼれるな、チャリだけ止めよう。行きました。さあ、こ
っからですよ。見てください。勝った。嘘、もう来てない。めちゃめちゃいい人でしたね。メガネない好青年でした。俺もアイベになるわ。家の中とか絶対見ないんだね、ウーバーイーツって。確かに入ってこようと思って、うん、俺ちょっと離れてたね。入っちゃうよ俺だったら。やばいやつ今絶対に。やっぱいいっすか。来た、初ウーバー、いっちゃがりということで、結論。お早い、いきなり来る。結論いきますか。いきましょう。はい、結論はですね、5分だけ僕たちの方が早かったです。届いてなかったよね。届いてなかった、嬉しかったね。まずじゃあ自分で頼むメリット、うん、そう、これ大事ですよ、よく聞いてください。まあ、ちょっとね、自分がね急いだっていうのもあるけど、急げばもう自分で行った方がちょっと早いっていうのと、運動になるからすごいやっぱいい、うん、味に関しては別に変わりなく、まあ、味はね若干まあ冷えてんなって感じ。ああ、まあ飛ばしたしね、うん、風に当たってね。はい、次 Uber Eats のメリット、これがですよ、はい、やっぱまあちょっと5分ぐらいなんで、うん、そんなにあれ、まあ許容範囲、許容範囲ねだってはあるんですけど、うん、一番いいところやっぱ配達員の笑顔を見た後にね、あ、ご飯を食べれるから、もうね、美味しくなっちゃうわ、味が。すいません、みたいな。お手数おかけして、遅くなっちゃってすいません。なるほどね。マックのスマイルがプラスされてるって感じ、ね。そう。なるほど、なるほど。奪える。奪えるがあるから、あんまり頼らないでね。まあ、頼ってもいいと思うけど、ね、自分で行った方が早いよ。手数料もかかんないしね。そういうこと。そういうことよ。うん。もう頼むな、バカ野郎。まあ結果そのね、まあ、ウーバーイーツより俺らも早かったから、チャンネル登録よろしくお願いします。間違いなくそうだけど本当にお願いいたします。それではまた、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。インスタグラム登録してくれたら嬉しいです。めっちゃ嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ウーバー、あ、じゃあこっちか。ドリンキーか、ドリンキー、やったやった最悪。飲むもの、いや、あんのようものだ。終わった。あー、ちょい冷め。これ味が違うのよ、やっぱり。ウーバーイーツだから。またね、自分で頼むよりうまいのよ、これは。そうだよね。チーズ、固まってますね。だね。え、しかも、ダブルチーズバーガー頼んだよね。あ、一応ダブルだ。これカットですか、この映像。今のシーンカットです。いただきます。ああ。どうすか？くんっつったっけ？うん。名前言うなよ。彼のね、うん、愛情がね、すっごい込められてる。どう？あったかい？うん、まあ。そんなやつやもん。いや、あったかいじゃないよ。なんか、これ、もうチーズ、固まってないから。おい、やめろ、お前。でもあれだね、もっと汗かいて来てくれてたら、もっと美味しかったと思う。そういう感じね。つって。